今多くの市民団体の皆さんが一緒に手をつないで戦争法廃止、この署名2000万集めよう、こういう取り組みをされているんです。私たち日本共産党も一緒になって今取り組んでいるところです。今回集まりました各地域の議員からも一言ずつ質問させていただきます。それでは、まず神戸市議会より森本新議員から伺いさせていただきます。雨の中ご通行中の皆さん、日本共産党でございます。本日は日本共産党の県会、そして各市会の議員団が集まりまして、まもなく始まります予算議会の検討を行ってまいりました。今、安倍内閣は戦闘法を実質的なものにしようということで、南スーダンへの派兵、TKO の派兵を考えています。これまでと違うのは、皆さんもご存知のように、自衛隊がまさに戦闘地域に武器を持っていく、こんな危険なことをされたら、まさに憲法9条で守られてきた、殺し殺される、戦闘を、する日本の国になってしまいます。私たち日本共産党はこの戦闘法をきっぱりと廃止にするためにどうしたらいいのか、自民党公明党が強行採決をした昨年の9月19日に戦闘法廃止の国民連合政府を作ろうと呼びかけました。それは日本共産党だけではありません。国会で戦闘法廃止に向けて共同した政党、団体、個人の皆さんと本当に力強いスクラムを組んで安倍政権の暴走政治をストップさせよう、そういうことでこの半年間全国各地で戦闘法廃止の2000万署名の実現をということで、皆さんのご近所でもさまざまな取り組みが行われています。もう一つは、戦争法を廃止をするには何が必要か、今回の衆議院参議院で戦争法を廃止をする議員を過半数にする、今戦争法を進め、さらには憲法改悪をしようとする安倍政権、自民党と公明党、そして大阪維新の会を少数にする、そのためにも私たち日本共産党は頑張っていきたいというふうに思っています。